こんばんは、キリュウです。ラットです。これです。歴史はエンターテインメント。鹿島市歴史チャンネルへようこそ。<noise> 光る君へのね、癒しの部門である、信則くんもね、退場してしまってね、残る癒し部門としてはもう個人的には、糸さんとお泊まると、それに、道綱くんだけに、<laughs> なってしまってねちょっと寂しいですよね <laughs> そこでね今日はね道長のちょっと頼りないお兄ちゃんである道綱くんについてお話ししたいと思います <laughs> ドラマの方で上地雄介さんがやっていつもニコニコしているあの方ですよねそうですね藤原の道綱は天略九年西暦九百五十五年に藤原の金家の次男として生まれました <laughs>、うん 長男の、ね、道高お兄ちゃんとは2歳年下の弟になりますでもって道長は金家パパの五男なんでねだから道綱は道長より11歳年上のお兄ちゃんってことになります頼りないんだけどね <laughs> ただね、道高お兄ちゃんとかね、道長とかのお母さんが着祭の時姫だったのに対して道綱くんのお母さんは大勢いた妻の一人に過ぎなかったので道綱くんは道長たち兄弟とは別々に育っております あれだよね、ドラマでも出てたけど、影朗日記を書いた妻女のお母さんと、 一緒に暮らしてたよねねドラマででそうすだからね道綱君といえばね本人よりね「かげろう日記」を書いた「う大将道綱の母」っていうねお母さんの読みながら知ってるっていう人が多いんで「<laughs> <laughs> かげろう日記」とさお母さんは知ってるけど「う大将道綱どんな人?」みたいな感じであんまり知られてないっていうのがね今までだったんじゃないかと思うんですけれども平安中期の当時っていうのは子供を母方でね育てられましたからなので道綱君は道長のお兄ちゃんではあるんですけど道長みたいに時姫が産んだねお兄ちゃんたちと一緒 一緒に賑やかに育ったっていうわけではなくていわば一人っ子として道綱の母の元で養育されていたわけなんですねでもってね、はあ、一人子一人で甘やかされたせいなのか、うん、それとも元々の資質の問題なのか、うん、道綱くんは我らが黒光る君のサネスから名前ぐらいは書けるけどその他は全く読み書きができないやつだ、うん、つまり一問普通の人 悪口を書かれていいるくらいボンクラだったようなんですねお母さんはね、かげ日記も書いたぐらい文才のある人ですし、歌、うん、人としてもね、有名だったんですけどね。うん、ただでも、この頃の男性に必要な漢文、漢籍の知識はね、お母さんもそんなになかったでしょうから、おそらく道綱くんは漢文の知識がなくて読めない書けないっていうことで、サネスケなんかからダメダメなやつだって言われてたんだと思います。 あとやっぱお母さんと比べられるとかもあったのかしら。うまあ、どうなんだね。まあ,あの、うん、とりあえず、金文字の文学と漢石っていうのは男と女で住み分けがあるから、ねうん、金文字は書けただろうけど、男として漢字が書けない読めないってなると、やっぱちょっと評価は下がっちゃいますよね。うん のについてはお母さんが書いたカゲ日記の中の記録っていうのしか残ってないので、どうしても母親のひいきめ、うん、色眼鏡ね、フィルターっていうのがね、かかっちゃっているんで、うん、そこまでボンクラには書かれてないんですね。天禄元年、道綱つ君が16歳の時に、代理でね、うん、のり弓っていう、弓を得て、どっちが当たったかみたいな勝負をね、競うっていう儀式があるんですけど、うん、こののり弓で、 道綱くんサイドがね、最初負けてたんですけど、最後に道綱くんの矢が命中したおかげで、引き分けになったそうなんです。<ー>この乗り弓って、勝った方が天皇の前で、笑わ舞いを披露するっていうね、そういう儀式なんだけど、この時引き分けだったので、どっちの組も笑わ,わ舞いを披露して、その時の道綱くんの舞が見事だったってことで、英雄天皇から紅染めの人へを歌詞されている。 なのでね実助<ー>からボンクラ認定された道砂くんではあるんですけれども<ー>弓と舞は上手かったみたい。 うん、でね、この儀式の前にはね、金家パパもね、自分の家に道綱くん読んで特訓してたぐらいなんでね。だからまあまあ道綱くんもやればできる子ではあったんでしょうね。うん、そうそ興味があることはすごいちゃんとやるタイプだったような気はするね、今の話を聞いただけでもね。うん、そ,うそうそうそう。そうあとね、何より、うん、ボンクラかどうかは別にしても道綱くんが心優しい子だったのは間違いないんです。 道綱くんのお母さんっていうのがさ、金家パパとの愛の攻防戦にほら疲れ果てて、それでもうなんか来る来ないとか、あの人はどっか行っちゃったとかもうそういうのでね、浮気してとかキーとかやってたあの頃に、お母さんも、 出家してしまおうかな。もうこんなお父さんとのやり取りに使えちゃったの。だからお母さんも出家してしまうとかっていうふうに、まだ14歳だった頃の道綱くんに言ったことがあるんですよね。うん、そしたら道綱少年は、お母さんが出家するなら僕もお坊さんになりますって言って、お母さんと一緒に出家するって言い出したんですよ。する、うん、と道綱の母は冗談めかして、あなたが出家したら今大事に飼ってる鷹はもう飼えなくなっちゃいますよ。あんなに大事にしてたじゃないそれでもいいのって聞くと、道綱くんはすぐさま飼っていた鷹を。 パッと空に離して逃がしてしまったというエピソードがカゲロウ日記に書かれているわけなんですよ。うん、母親からしたらそりゃ嬉しかったでしょうしね、お母さん思いのいい子だわって思ったと思うんですよ。そりゃわかるんですけど、私なんかちょっとひねくれてるんでね、お母さん、僕が出世してお母さんを幸せにしてあげるから。 出家するなんて言わないで元気出してとかなんてそれくらいのこと言えなかったという点ではあんまりしっかりしているとも頭のいい子だとも言えなかったんだろうなっていうやっぱちょっと余ったりで器用なね子だったんだろうなお母ちゃんいなくなったら僕も出家するみたいなそういうタイプだったのかなと思ったりもいたしますまあね戦ってどうにか上がっていくぞっていうタイプではなさそうだもんねしかもね飼ってる鳥をそんなペットをすぐに逃がしてはいけません <laughs> 私は今みたいいいに外来生物がそういうのないから <laughs> あ別にねいいんだけどね <laughs> いいんだけど高だって野生で生きていけるぐらいの高だからいいんだけどねでもとりあえずお母さんとしては嬉しかったっていう話、うん、いいエピソードではあるんですけどちょっとうがった見方をすればいいのかそれでと思わなくもなかったって <laughs> いう話でございますね <laughs>。 でもってさらに、道綱くん17、8歳ぐらいになりましたね。もう色気づきまして。うん、大和の神の娘に恋をするんですが、その時のラブレター、化粧文を送るときに、お母ちゃんに代作してもらってるんですよね。 それでまあ、この恋もうまくいかなくて、その恋が終わった翌年に、今度はあの、三河守の,の娘さんっていうのと、縁談がね、結婚の話が持ち上がったんですけど、その時も、最初のこのね、文のやりとりをお母ちゃんに大作で和歌作ってもらってますんでね。なのでやっぱりね、現代人の女性の目から見ると、こいつマザコンかって、ちょっと思っちゃったりもする気がある人ではあるんですよね。うん、確実にそうだろうし、ママもすごい、こぼんのすぎるというか、 ね、そうなのよ。一人っ子だし、しかもこの子だけがお父ちゃんの金、ね、パパとのね、間をつなぎ止めてくれる大事な子だからもう、大事に大事に可愛い可愛いってやりすぎちゃったのかなっていう気もしなくはないですね。 そんなね、道綱くんが最初に結婚したのはおそらく源の近弘の娘っていう女性で、彼女が道綱くんの長男にあたる道明っていうのね、男の子を産んだっていうのは分かってるんですけど、ただ彼女については道明を産んだ以外のことはちょっと不明です。よく分かっておりません。ただ彼女が着彩ではなかったんだろうと言われていて、そのために生まれた長男である道明は後に道長の養子になって、しかも若くして出家しちゃってるんでね。 次の妻がドラマにも登場してくる、中宮昇士に仕える女房の最小の木、奉仕、豊子さんですよね。この豊子さんを産んだ藤原の末高の娘っていうのが、まあ次の妻だっていうふうに言われております。ただ、この人も、着彩ではないね、ただの大勢いる妻の一人だったようで、しかも、趙徳4年、西暦998年の8月に亡くなってしまっているんですよね。 あと、このお母さんっていうのは、道綱くんの次男にあたる歳儀っていう男の子も産んだらしいんですけど、この子もね、おそらくは母親の身分が低かったせいか、お坊さんそうになっております。でもって、道綱くんの着彩になるのが、名前はちょっとわからないんですけど、源正信の娘なので、ともこちゃんの妹になる女性なんですよね。 なのでね、うん、実は道綱って一時期道長と愛婿同士の関係で、だからともこちゃんの妹と結婚してるからね。だからお互い愛婿同士で、しかも同じ土塚土手に同居してたことがあるんですよ。うんじゃあ道長はどうなのただ親戚っていう付き合いなのどういう。 だから道長とは兄弟だし、奥さん同士も姉妹っていうね。両方が兄弟ってことになんねんね。そう。そう。<laughs> そうしかも、道長はお姉ちゃんと結婚して、で、道綱お兄ちゃんの方は妹と結婚するみたいな感じ。<laughs> なんか、ややこしそうだけど、まあ、仲良く暮らしてたらいいや、と思います <laughs>、うんまあ。ただね、このともこちゃんの妹の方ね、道綱君の奥さんの方は、 長宝二年、西暦一千年の7月3日に、道綱くんの三男にあたる金常を出産した後、後山が降りずに、貞子ちゃんとかと一緒ですよね。後山が降りずに亡くなってしまったと、雪成くんの日記の言記には書かれていて、道綱くんもその翌年には、道高お兄ちゃんの娘と再婚しているんでね。なので、道綱くんが長宝二年、一千年以降、源正信の家の向こうでは、 亡くなってるんですよね。あうん、で、まぁ、あ、ちょっとややこしいんですけど、うん、道綱くんが再婚した道隆お兄ちゃんの娘っていうのは、うん、コレチ近とか紗菜子ちゃんのね、お母さんの高階の高子さんが産んだ子じゃなくて、うんうん、別のね、立花の清子っていう妻がいるんですけど、その女性が産んだお母さん違いの娘の方になるんですよね。 なので、うん、兄弟とは言っても、お母さんは違うってことですね。うんうん、で、奥さんっていうのは、道綱くんの四男にあたる金宗っていうのを生んでるんですけれども、ただ、彼女もね、着彩ではなかったみたいで、そのせいなのか、長宝二年のこの一千年に、ともこちゃんの妹ちゃんね、がまあ亡くなって、出産で亡くなって、道綱くんと源家の関係っていうのがね、縁は切れたはずなんですけれども、ともこちゃんのお母さん、道綱くんの奥さんのお母さんでもある息子さん、 ドラマでは石石、石野真子さんがやってた。石野真子さんがやってた。はいはい、あの、息子さんが、亡くなった娘が産んだ男の子の、道綱つくんの息子の金つねを、娘の代わりに育ててたんですけど、これは、母方がね、子供は育てるから、娘が亡くなったんでお母さんが代わりに育てるっていうのはいいんですけど、それとは別に、もう言ったら、道綱つくん再婚しちゃってね、自分ちの婿じゃなくなったのに、毎年毎年、道綱つくんに新しく作った衣装を届けてるんですよ。 えい、ー、えば医師の真子さんがっていう息子さんね <laughs> 息子さんね <laughs> 息子さんがずっと道綱くんになんでそんなことえー、すごい可愛かったのかしら、うんね、当時、うん、婿の衣装を新しく仕立てるっていうのは妻の役目であり、うん、つまり母方の家の役目でもあったわけなんですよ なので、むつこさんからしたら自分の娘が生きている間は当然、毎年毎年新しくね、婿、うん、だから、衣装を作っては、道綱くんに言ったら送ってたわけなんですけど、うんうん、娘が亡くなった後でも、ね、いつまでも私はあなたを我が婿のつもりでいますからね、みたいなつもりだったのかもしれません。へー、うん。 こうした正式な妻以外にも、道、うん、綱くんには噂になった女性が大勢いるんですけれども、いわゆる恋人とか愛人みたいな感じのね、関係の女性が大勢いるんですけど、ただね、あんまりロマンチックな話がないんですよね。<laughs> 例えば、藤原のさね方が、源の三永長の娘っていうのに恋をして、 お父さんの源の三つ中にも許しをもらって結婚するっていうことで、もう本当に結婚するみたいなことまで持ってってたのに、その娘に道綱く君が横れんぼしちゃって、かさらっちゃった。なんてこともしてますし、あと道綱く君とあの二大本倉巨頭とね、私が呼んでいる藤原の秋光っていうのが、あの例のほら、土見門邸の宴会の時に基重破ってウェ、えーとかって女房たちにね、かむれていたあの右大臣のね、 あの秋光いたと思うんですけど、うん、あの秋光が代理での宴会の時に道綱くんが調子に乗ってね、舞を待ったわけなんですよ。ほら、舞得意だからね。自信あるからね。<laughs> 調子に乗って舞を待ったはいいんだけど、うっかりコンコロコーンってね、冠を落としちゃったわけなんですよ。<laughs> ということは、パンツが丸見えになったのと一緒じゃないですか、うん、そ,うそうそうそう、<laughs> もう囚人の前でパンツ丸見え状態になっちゃって、みんなに笑われて、いやん、超恥ずかしいってなってるところに、このボングラーキミツが、なんかどうも余計なことを言っちゃったらしいんですよ。道綱くんの蚊に触るのこと言っちゃったんでしょうね。で、それでつい道綱くんも、売り言葉に買い言葉じゃないけど、俺に女房を寝取られてるくせに、何偉そうに、みたいなこと言っちゃったんですよ。 この頃、道綱くんが秋光の奥さん北の方と密通していたのは事実らしいんですけれども、それを公の宴会の場で、しかも寝取られた夫に向かって、面と向かって言うなんていうのはもう貴族たちからしたら、道綱は礼儀を知らん、動物と同じだと、その行為を酷評されているわけなんですよね。 その部分だけでもいいからドラマでやってほしいよね。うん <laughs>、ね。ねうん。その他にも、道綱くんは赤染えもレッド姉さんとも噂があったりとか、あとだから、弁の目のとっていう女房なんかともね、関係があったりとか、かなりいろんな女房なんかと浮き名を流してはいたようなんですよね。 なんか割と濃い大きい男性ではあったんですけど、うんうん、でもってね、道綱君の最後の着彩になったのが、源頼光の娘なんですけど、源頼光っていうのは雷光さんとも言って、主天道寺の鬼退治とかね、土雲退治なんかで有名なね、武者として有名な人なんですけど、道綱君はその頼光の娘と結婚して、昭和2年、西暦で言うと1 0 1 3年には、頼光の、 奥さんの屋敷で暮らしていたっていうのが、サネスケの所有記に書かれているからわかるんですけどね。<ー>道綱ってね、その7年後のその西暦の2020年に亡くなっちゃうんですけど、よりみつの娘と結婚した当時でさえ60近いね、ちょっともう初老みたいな年だったわけなので、よりみつは道綱が亡くなった時に、年寄りと知りながら若い娘と、自分のね、若い娘と結婚させて、しかも先立たれてしまって、娘を損なってしまった失敗した って嘆いたそうなんですねそもそもそのことは分かってはいるけどね <laughs> えー、そこで嘆いてもなんか急にまだ30代とかで亡くなられちゃったらそうなるけれどもって感じはしないでもないですけどね。<laughs> うーん だからそこもねほら割と女性には手の速いタイプだからいろいろあったのかなとも思わせるね自分が望んで是非向こうに来てくださいじゃなかったのかな何かあったのかなとちょっと勘ぐりたくなるようなそのねお父さんの嘆きからすると何かあったのかなってそれも思っちゃったりするわけなんですよ普段の行いが行いなもんでねそんな感じで、ね、女性関係については平安貴族らしい華やかな道綱くんだったのですけれども仕事の方ではねもうボンクラぶりが爆発しておりまして本来貴族 家族が出席しないでいいで儀式に、一人だけなんかやってきて、笑いのになったりとか、衣装間違えたりとか、儀式の手順間違えたりとか、もう失敗続きで、そういうね、ボンクラだったからなのか、33歳でやっと13味になって、で、42歳でやっとゴン中ナゴンと右大将になって、43歳でようやく大ナゴンになった。 まではいいんですけど、もうその後ずーっと大名号のままでね、大臣になれないまま、66歳で病死してしまうんですよね。で、死のね、前年の65歳の時、官任3年に、当時左大臣だった秋光が辞任するっていうね、噂が流れたんですよ。うん、秋光が大臣辞めるってなったら、大臣のポストが一つ開くじゃないですか。それで、道綱は弟の道長に手紙を送りましてね、俺はお前の兄さんなんだし、 今も病気で、あ、そうも知れない身なんだから、もう、1ヶ月でも、2ヶ月でもいいから、大臣にしてくれーっていう手紙を送ったんですよ。これは、サネスケの小有記に書かれてるんですけど、この時に冒頭でお話ししたように、サネスケが、道綱は長年大納言を務めていて、大臣になりたいという気持ちはわかるけど、一文普通、つまりで、ね、漢文も読めず、学のない人間なのに、そんなんね、人間が未だに大臣になった試しはないし、 そんな人間が大事になるのを世の人が許すわけないだろうって日記に書いてるわけんですよね。差、うん、ですけどね、道綱ってね、歳も近いし、一番ね、出世争いをしてた間柄でもあったんでね、うんうん、そのせいなのか、所有期に書かれる道綱の評価っていうのはもうダメダメもダメダメでね、時にはね、祖三死っていうね、つまり高い地位にじっと座ってるだけで、なーんも仕事しないで、ただ飯食ってるだけの給料泥棒だとまで書いてますからね。 だからまあ、サネスケが言うほどひどかったわけではないと思いたいんですけど、うん、まあ、ボンクラはボンクラだったんだろうなとは思っちゃいますね。うん、ただね、生涯ずっと道長とは仲が良かったのでね、それが救いというか、うん、そのせいで、なんとか大納言にまでさせてもらったのかなとは思いますね。うん、でも、女性の人気があったのか、ただ単にそういう時だけイケイケゴーゴーだったのかよくわかんないけど、そういう女性とのウきナもあるし、うん なんか魅力がある人ではあったんだろうなっていうのは感じるすよね。そうそう。だからそのお母さんの目から見て頼りなくってでも優しい子っていうのはちょっと母性本能をくすぐるタイプなのかなと思うわけよ。うんうん <laughs> そうすると女房なんかだとね、あらかわいいってなる感じもわからなくないし、うんうん、なのでまあ、本当の制裁とか、いわゆる妻とかっていうのは身分が低い女性が多いので、いわゆる中級貴族からしたら上級貴族なんでね、多少ボンクラでももう上級貴族の結婚してもらえるならって感じだろうし、女房たちにしたらちょっと母性本能くすぐられてあらかわいいっていう感じで、恋の相手としては面白いみたいな。でも、やっぱり途中で飽きちゃうみたいなね、ボンクラだからちょっとねって感じ、遊びではいいけどね、結婚はね、みたいな。<laughs> みたいな感じで、できる女には、ちょっと付き合うけど長続きはしないみたいな感じだったのかなっていうのも、この、ボンクラさ加減ゆえなのかな、みたいなのがちょっとこう、ほうとさせるみたいなね、イメージではありますよね。ということでね、今日は道長の時代の二大ボンクラ巨頭の一人である、<laughs> 藤原の道綱についてお話ししてみました。ボンクラでも、道綱くん大好きだよという方は、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。 道綱那くんのようななんか尽くしてあげたいなとかほっとけないわっていうのが好きな女性の方 X もやってますのでよろしくお願いします。凡粗な人も有能な人も分け隔てなく愛を持って解説するキリュウさん <laughs> 素敵と思った方はぜひメンバー。<laughs> ではまた次の動画でお目にかかりましょう。 さっき言ってたあの道綱の息子の金綱っていうのがね、彼はね、実はね、後に道長が養子にしてるんですよね。 ともこちゃんのね、妹ちゃんの子でもあるしね。それで、道長が育てるみたいな感じになって、それで道長がバックアップしたもんだから、割と出世早くて、7歳でわらわ天井を許されて、わらわ天井をするってことになると、初出資の時のいろんな装束を用意しないといけないんですけど、親の方でね。ところが、その装束の準備とか、そういうね、出資の準備、全部道長がやってるんですよ。道綱は何もしなくって、ただまあでも一応お父ちゃんではあるんで、儀式には参加して、おおいっぱいになって、みたいな感じで、ぽややんと。 見てたって感じ参加 <laughs> しただけみたいな感じで <laughs> ね、言ったら、兼ねっていうのは、観光8年に12歳の時に、まあ、元服して15位になって、割と優遇されて、出世早かったので、道綱にしたら、自分より道長のね、子供ってしといた方が、出世早いから、その方がいいよね、うん、みたいな、よく言えば親心だったのかもしれないし、まあ、平安のごくごく普通のお父ちゃんとしては、もう、子供男の子っていうのは、女方がやるもんで男の方は関係ないよねっていう、そういうスタンスだったのかもしれないしっていうので、それにしても、 7歳の時の準備しないで芸能のお父さんの道長に任せるのはなんとなくぽやヤんヤとしすぎな感じはしなくはないんですけどね。道綱のさ。 奥さんとかがサポートを本当はしなきゃいけないんじゃないのそっちがほら中級貴族であんまり財力ないから財力のある中級貴族だったらよかったんだけどそこまでではないし道綱も道長がやってくれたらそれでいいよねみたいなそういうタイプだったのかもしれないしねその辺のなんか変なプライドがないからこそ道長と清掃で争ったり地位を争ったりして排除されるってことがなかったわけなんですよなのでボンクラだ 生き延びたとは言えるんですよだから道綱くんというのはそういうぽややんとしてたからこそ平穏に長寿でしかもダイナゴンまで登って全うできたわけなのでそこは言ったら美点だったのか長所だったのかもしれないですねある意味。ねそれが強みだったのかもしれないよね,そ,いよねそうかもしれないですよねなんか朝廷なんてね頭がいいか腹黒いかどっちかしかおらへんようなところで普通の人やったやろうね好きのいいね うん、だからもうなんか本人的には大臣になりたいとかとは言ってはいるけれども、ただでもそれもちょっとなったらいいだけで、別に大臣してなんかになりたいとかね、大臣になって富を集めたい、権力握りたいっていうより、なんだろう、うちらがちょっと国会議事堂とかに見学に行って総理大臣の椅子とか見てちょっと座ってみたいなと思うのと似たような感覚だったのかもしれない。 確かに私らもね、お姫様になりたいとかって言うけど、実際は別にそんな思ってなかった、ね。<laughs> そうそうそう、そのなんか姫の責任とかね、実際のそういうね、重圧とかには全然耐えらなくて、なんか綺麗な服着て、<laughs> ちょっと高い、見下ろすようなところで、<laughs> バルコニーかなんか出てこんなことやりたいだけなんで、<laughs> それだけなんで、<laughs> 本当になりたいわけじゃなかったのかもしれない。ないね、<laughs> やっぱ死ぬ前にちょっとはやっときたかったって、そういうね、ものだったのかもしれませんね。<laughs> うん なのでね、続、うん、古事断っていう、ちょっと後世に書かれたやつに、道つなぐのエピソードがあって、私個人はこれは多分後世に書かれただけで本人の本当のエピソードじゃないんじゃないかなと思ってるようなエピソードなんですけど、五、うん、一条天皇の時に、 ご一条天皇って幼くして創くしたから子供なわけなんですよ。だから道綱が、砂金を巻いて遊ぶと面白いですよってご一条天皇に言うんですよ。こうバラバラって砂金をこうやって巻るとキラキラして面白いですよって。ねうんうん、それで、まあ子供だからそうなのかなと思って、おさめ殿から砂金取り寄せて巻き始めたんですけど、特に面白くはないわけなんですよ。うんね、なんか、面白くないぞって、お前面白いって言ったけど、面白くないぞって言ったら、本当ですねって言って、巻かれた砂金をファーって集めて、さっさと懐に入れて帰ったって、よくどしいエピソードがあるんです 本当かどうか分からないんですけど私個人的にはそこまで気に回るような人じゃないような気もするので、うん、後世の作り話なのかなとは思ったりもするんですけどね分かりませんけどねそうであってほしいな <laughs>、うん、別に自分が言わんとねいきなりんか目の前で先にまかれたその先を持って帰るっていうことはしたかもしれんけどそこに何か裏をわざとつけてるのかもしれないけど。うん <laughs> そうね、自分のなんか欲求とかには素直に従うから <laughs> 別にその先はって持って帰るのが恥ずかしいとは思わなかっただろうけど、うん、自分からの策を労して持っていくほど、ね、アコギでももそれかから頭も良くなかったような気がする <laughs> 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 よくも悪くも気のいい普通の、ね、人だったんじゃないのかなっていう気はしますね。